皆さんこんにちは、ニューハーフ YouTuber のひかりんです。はい、今回はこちら富山県砺波市庄川町にあるギャラリー無料さんに来ております。今回はね、ここでね、2022年8月6日から8月29日まで行われているフラグメンツ2022というイベントにお邪魔しております。こちらではですね、現代アートの作家さんがグループ展、今されてますので、そちらの方をちょっとお邪魔してレポートさせてもらうと思います。では早速行ってみたいと思います。行きたいと思います。そのまま入ってもらおうかな。こんにちは、こんにちは、お邪魔します。準備中ですね。もうちょっと後の終わりですかね。今大丈夫ですか。ああここだけ入り口だけ準備中なんですね。はい、どうも初めまして、私ニューハーフ YouTuber のひかりんと言います。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、今もすでに撮ってますので。はい、あ、はじめまして、ニューハーフ YouTuber のひかりんです。よろしくお願いします。今回ちょっと取材させてもらいますので、よろしくお願いします。オーナーの本日の新入さん。はい、どうも、はじめまして、よろしくお願いします。今、絶賛準備中ですね。2022っていうこのイベントの取材なんですけど、まあ、アーティストの方とかでもしも取材 NG とか作品の撮影 NG とかあれば、そこは撮りませんので。はい、マギダさんの作品は撮影 OK で、ああ大丈夫ですよ。はい。はい。すみません、手伝ってます。10時オープン。本当に僕のせいです。オープン前日のような気持ちですけど、なんかね、この本オープンなんだけど、プレオープンにお邪魔したみたいな。お邪魔します。こちらにエミちゃん、はい、じゃあ先にエミちゃんのところにお邪魔します。ああ、なんかレンタルビデオ屋みたいな。そうですね。はい。じゃあちょっとこのね。よかったらなんか覗いてみて。はい、じゃあこの秘密の部分に。こちら。あ、これこの前みたいなやつ。そう。あ、これこれ作ってたやつですね。ハリネズミ。はい。ね。というか、比較するときの背中はトゲトゲしいのに、すごい可愛いし、ここが何かに見えませんか。あ、何かにね、うん、何かに見えるかもしれない。具体性がすごい可愛くて、これは何かに見えるように作ったんですか、それともリアルにハリネズミ。あ、まあ、どちらでも、うん、そう、可愛いなって、なんかすごい性的な目で見てしまうところとかがあって、うん、でもたまらなくなってちょっと作ってしまった。でこちらに来て、こういう感じでね、はい。これは猫。
これは純粋に猫ですか？牛でもなし、ね、まあ、後ろに。ああ、これはね、ああ、一応ね。それを、まあね、猫で隠してる的な。隠そうという気持ちではないんですけど。これが、ジョジョでいうところの猫のスタンドみたいな。一緒にあるの。あ、そうです。なんか、ジョジョちょっとあの、なんか知識がなくて申し訳ないんですけど。友達のうちの猫、リリーちゃんっていう。書かせていただきました。はい、ありがとうございます。うちもね、猫3匹飼ってるので。ああ、そうなんだ、はい、そうだった、はい、このハリネズミの制作秘話みたいなのもあれば、うん、ああ、そうですね。こういう立体的な、この粘土材的なやつって、以前にもやられたんですか？ああ、実はあんまりあの作らないんですけど、うん、まあ、もともとその美術の授業とかで立体作品はうまい方でした。そうですね、うん、全然なんかその、絵しか描けないっていうことなくて、なんかそういう小さい頃からやっぱりなんか工作みたいなのを作る、まあ、牛乳パックを 見るためにこうワクワクしてたり、そう、なんか作りたいっていう気持ちをそそられるそういうものにはワクワクしてたんで、まあ、立体もやっぱりなんか好きで作ってたんですけど、どちらかというとこう平面に力を注いでるのはやっぱり表現したいものが平面の方が表現しやすいっていうのがあって平面作品をずっと続けてると思うんですよ。まあ、なんかでも立体も作れるよっていうところをちょっと今回見せたかったっていうのたまには、まあ、こういうね、そうですね、立体もやると。これ大体1日で作ったんですけど、林みどりさんっていう、はい、結構素敵な作品を、はい、作られてるミニオ作家さんのワークショップ行った時に、なんかこういうものを作りたいんですって言って、ハリネズミ作りたいって言ったら、ハリネズミのその針のようなの素材とかもちゃんと用意してくれて、すごいですね、結構素材のイメージ、もうこれを貼り付けるだけでも完成しちゃって。そうなんですね、意外とじゃあ、至れり尽くせというか感じで、もう1日で完成しました、おかげでこれ一番やばいよこの中でも。そうかな、ただのハリネズミじゃない。いや、私にとってはこの中で一番やばいのはハリネズミ。直接的じゃないから逆にみたいな感じかな人の体見ても興奮しなくなってきてハリネズミしか最近興奮しないから、一番私の中ではこれが、これが一番、これが一番興奮するこれ、R18 だけど、猫とハリネズミは全然 R18 じゃなくていいと思うけど、でもね、なんか私にとっては過去のちょっと特殊な性癖があるから、過去のヒストリーも合わせてこの空間はちょっとやばい空間になった。そのなんか私とは違う経験を、人生経験をしてきた人からすると、どういう見られ方をするのか分かりませんけど、私っていう人間がこの世に生まれて辿ってきた道のりっていうのなんか断片をちょっとこう味わう、そういう空間になっていまして。なるほど、まあはい、ありがとうございます。じゃあ、今回エミちゃんの展示はこの4点あ、ね、以外にも実はここにあるんですよ。このニュートラルさんの作品なんですよ。何ですか？部屋中に管が通ってて、お水が動いてて、これも作品なんだ。なんか血管みたいな、なんか栄養が流れてるような感じも見えます。生命がこの空間にあって、ありがとうございます。では山田千秋さん、私ね、アニメ脳というかね、漫画脳だから、このなんかね、赤い
煙みたいなやつ、これがねナルトに出てくる暁のマークみたいな、わかります。だからこれ暁のメンバーなのかなみたいな感じがね、なんか、はい、ちょっとアニメに出てきそうって、うん、かわいいですね、うん、うさぎ、あ、そうですね、ここにじゃあ、エミちゃんの入れるの、あ、入れるよ、入れるんですよ、ね、あ、一緒にね、ゴロンとしてこのね、あのウサギと同じ視点でね、同じくね、漫画のだからね、うん、そのポーズ見ると、ヤブちゃんを見るぞ、わかんないわかんないですか、裁判員に自爆されて死んだヤブちゃんのポーズ、私が持ってる知識、全然食い違ってると思う。全然食い、あのほら、年代も違うし、だいぶ食い違ってるんだけど。わからないよ、でも。お尻ペッタモンキューピット。行中検査のキューピット。あ、これ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 。これ。あー、わかんない。あー、それね。あー、わかるわかるわかる。これ、うん、これにめっちゃ似てないこれ。すごい似てるよね。なんかそう言われると、まあ、そうだけど、でも何でも似てる気がするけど。そう、うん、可愛くないこれ。可愛いですか？可愛くない。可愛いかな。あ、きっとこれ帽子取ったらこういう風にツンツクになってるよね、頭が。そういう風にも見えるよね。あ、てか行中検査のことをお尻ペッタって言わない。言わない。言わない。幼虫検査は幼虫検査だと思う。こちらにも一物が。なんか梅干しでも食べたのかね。梅干しみたいな顔してるよね。ああ、そう。自己像っていう話は噂で聞いたんですけど。血管がすごいですね。ね、ですか？石だと思う。なんか結構石の専門家ぐらいの知識持った感じ。ああ、そうなんですか、うん。石を削ってこういう、そう、石の彫刻です。作る方ですね。すごいね。なんでも高等すぎて私には分かんないかも。この作品の解説をしていただけると。解説、はい、見た目によってはあのいろいろあると思うんですけど、はい、それから俯瞰する視点というのは、はい、まず大事で、あえて言うならば、例えばイスラエルの大地の表でもあるし、はい、広島の原爆の日ですけども、はい、そういう荒廃した大地でもあるし、これから何かが生まれる期待の大地でもあるという意味合いを込めて、はい、ここにまず床に作品が置いてある、はい、中にあるものは穴ぼこだったりするのは、はい、爆撃の跡だったり、あ、立っているものは、まあ、録音された状態を表しているかもしれないな。このいわば悲しい大地に言葉を入れて、はい、
込められているような絵です。そうなんですね。じゃあテーマは一応戦争がテーマなんですかね。戦争というかこの中でも戦災というか救いはあるよというのは。ああ、なるほどなるほど、はい、言葉はその救いの言葉になっているはずなんです。あなんとなく分かりました。あ、そうですか。最初パッと見たときになんかこの地図みたいな、はい、うん、感じしたので、これちなみにこれなんかどこかどこかの地図のモチーフ。あ、そうなんですね。あ、はい、ありがとうございます。これあのアーティストラボの800いってます。いや、それね、あのアーティストさんの感性をね、いろいろこれは作品ですか。あ、それも作品です。ピンボケしてる感じというか古い映像みたいな、うん、ダメな感じですかね。いいですか。ちょっとこれ中にこのまま入れます。あ、なんか冷たい。ちょっと抜けたみたいな。いや、問題ないです。セクハラにも聞こえなくない。なるほど、あ、なるほどね、下からね、あ、見えるってこういうやつも見えますよって。はい、そんなわけで、これは何をイメージされてるんですかね。ご本人様はこれはいらっしゃらないの。あ、今いらっしゃらないですね。なんかこのね、わかるかな、このここ、このここに座ってなんか瞑想したら、なんかなんかでも瞑想しちゃそうな感じのなんか絵じゃないですか。ね、なんかいろんなものが見えてくる、スカートの中とか。全体でこの一つの作品。でガスマスクをつけた女性的な。そうです、ね、これはどんなイメージなんですか。イン・ザ・ダークっていう作品名なんですけど、悩みの中で自由を求めている感じの光とか、イメージ、はい、これはいつごろ書いたんですか。あ、最近、あの今年入ってからなんですけど、まあ、3ヶ月前ぐらいから描いた作品ではあるんですけど、はい、資料にした写真っていうのは、うん、まあ、もう5年6年ぐらい前の写真、うん、撮ってもらった写真なんですけど、まあ、それをちょっとアップしたらお客さんが、ね、なんか、うん、これをちょっと作品にして書いてほしいみたいな、依頼の絵を一緒に描いたんですけど。あ、でもなんかこれってガスマスクしてるんですか。あ、そうですね。
して暗闇の中で光を探すっていうのが、うん、今のコロナ禍だからっていうのもあるんですかね、この絵をイメージとして。現在の状況とか世相を反映したようなイラストという感じで、はい、不自由な中の自由みたいな。マスクは外さないけど服は脱ぐぜみたいな。はい、そう、なんか受け取ってもらえて嬉しいです、はい、なんか分かってきました、ね。あ、これね、私が見たかったやつ。何でしたっけ、なんちゃらシードラゴン。あー、ウィーディーシードラゴン。そう、これね、こう見るとなんか綺麗な色彩の綺麗なウィーディーシードラゴンの、うん、で、こう引いていくと、うん、弾痕。弾痕観音様。弾痕を観音様に見立てたウィーディーシードラゴンウィズ弾痕みたいな。ありがとうございます。やっぱなんか最近はこういう色彩なんですよね。なんか鮮やかな、色鮮やかな、最近のエミちゃんの弾痕の絵って背景と弾痕がなんか溶け込んでるよね。で、昔のエミちゃんの絵って弾痕は暗い中に弾痕とかだったとか、弾痕が際立ったイメージだったけど、なんか私最近のこういう絵の方がなんか自然に弾痕が存在してる感じで、私は、うん、今の絵の方が好きです。あ、ありがとうございます。いやでもこれ可愛いね。なんかこう夏らしいでしょ。そうですね。すがすがしいですよね。これ、ルミちゃんの実家にあったやつ。あ、そうそうそう。そう、今日も来たんですね。そうなんですね。これも綺麗ですよね、この富士山と虹と。ね、なんか縁起いいですね。縁起いいね。一富士、二鷹、三茄子。そうそう、富士、富士しかないけど。中国の妖怪って言ったら、っていうのがあるんですけど、それをちょっと弾痕と女性器、合わせて妖怪。あ、なるほどね。そうだね、あの世行っちゃってるって感じです、ね、あ、もう昇天しちゃった感じ。そうそう、みずみずしく、みずみずしい。金魚すくい。ああ、そう、そういう意味でね。いいかな。はい。でもこれあれですね、あの女性の絵と並べて展示しただすごい、なんか、ああなるほどねみたいな感じで見に来た人が分かるなと思ったけど、そう、なんかあの、そんな感じで展示してた時もあったんですよ。でもちょっと今回は恥ずかしくなりました。ああ、男の子だけで、ほら、動いてるんですよ、この水が。あ、ほんとね、さっきのところにもあったけど、もうこれは、このギャラリー全体、いろんなところにこう走ってる、こういうのがあると、なんかコラボって感じしますよね。コラボ、あのグループ展って感じですね。あ、本当、他の方の作品とか、確かに、このコラボはですね、ここだけでもコラボできてるじゃないですか、ね、ここも流れてるんだよ。本当だ、よく見れなかったわ。動いてる、ちょっと動いてるね。ニュートラルさん、解説とかお願いしても。はい。そしたら、まあ、これ、今回あの皆さんの作品の中に少しこう介入していこうということで、作品作ったんですけど、なるべくこう目立たず透明なことで、透明な
かエプトミスを使って、はい、まあ、さりげないんですけれど、まあ、皆さんのところにこう入っていくことでフラグメントという展覧会のタイトルなんですけれど、まあ、それをつなげるようなことが考えられます。で、まあ、皆さんのさりげを見とるところにもかすかにこう入ってくるようなさりげなさがあって、はい、まあ、そういうことで、まあ、まあ、一つつなげようかなと思ってました。もともとこういう液体とかを動かす作品を作っているので、はい、今回はそのですね。あとはそのギャラリーをこう一周することで、はい、ギャラリーの広さを感じてもらったりとか、あとはまあちょっとウイルスもあるのでね、その透明な液体をちょっとリンパ液をイメージしてもらって、こう、はい、ウイルスをやっつけるみたいなイメージもあります。以上でございます。はい、失礼します。ありがとうございました。はい。アーティストさんとコラボしてるみたいな感じですね。石田さんもお願いしてもいいですか、はい、では石田さんの作品を、はい、バースで入れて、今回自分自身はパフォーマンスを、はい、アートの形を取って作品を作ってるんですけど、今回は特にエコロジー、人間と対天地、あの動植物とか、そういった、はい、あの掛け背を通る作品をちょっと写真に、はい、展示させていただいてます、はい、なんかこれはあの自分が行ったパフォーマンスの作品で、はい、それをイメージ図、あー、こちらがイメージ図で、はい、でこれをが、まあ、実際にやった感じで、そうです、紙を水で見てて、自分あ、この作品では、はい、流れて山に登る様子を、まあ、自分でやって、実際にこういうイメージを、はい、なるほど、はい、でこれは本当にあの、うん、もう触れ合いまで自分で思いっきり好きなだけ、はい、あのもう子供のように遊んでいる様子を本当に友達にとってはなんか頭で考えて触れ合うじゃなくて、はい、これは、はい、若干白塗りしてるのはこれどういう意図ですか？ありのままのそれ個性の個性のイメージに近づけるというか、白って一番個性を消せるって考えてることで、それであの子供とか何もない自分の状態にするっていう、今あの子供によくマスクが同時に捨てられてるのですけど、はい、そのお茶だけによければうちに取って捨ててって。わかりました。マスクをポイ捨てするっていう作品なんですね。はい、あ、こういうの。この、まあ、使われてます。このマスクをポイ捨てするっていう意図的なものって何かあるんですか？注意喚起というか、今も本当にどこ行ってもマスクが捨てられてしまう。はいはいはい。と、まあ、それがあの海とかに流れて魚に。はい。これを例えばギャラリーで捨てると絶対誰かの作品邪魔になるので、はいはいはい、でそれを意識してほしい、自分が思い切り捨てているとか、あ、まあ、誰かが見られることを意識してほしいので、はい、今これを捨てるっていうあれなんですよね。そうです、そうです。なんかね、あの私普段捨てないから、はい、このマスクをポイ捨てすることにすごい背徳感があるんですけど、そうなんです、これをちょっと改めて見てみて、はい、あ、はい、そうなんですね。でね、こうやっぱり一体感がね、作品で。はい。自分の熊野川っていうと、はい、近くに住んでるんですけど、はい、毎日1枚手紙を書いて、ああ、できてます。なるほど。あ、どんどん増えてくる。あ、どんどん増えてくる。はい。重大な決断するとき、
私結構車の中にいる。ああ、そうなんだ、そうなんだ。車の中で一人で考える。へえ。私重大な決断するときに何もしない。決断する。いや。迷ったら。部屋の中でただこう瞑想状態になんか考えてる。いやでもそん なんか重大な決断をするときに何か行動になんか起こしたりはしないか。だからまあね、考えるときに、このね、1か2か考えるときに、どっか行ってこう、どうしようかな、考えるかどうかってことですよね。それよりはなんかこうサイコロ振ってきてとか。分布テンプな人生。なんかこう鉛筆で網だくじとかこう線を引いてこうなんか線の真ん中にこうあの指なんかなんだろう鉛筆をじゃあこのまま行きましょうか。私もまだあの小林さんの作品は見てます。秘めたるものは狂気を感じる的な、はい、じゃあこのギャラリー無料のオーナーの小西さんですね、ちょっとお聞きしたいんですけども、このギャラリー無料っていうのを作られたきっかけとかって何なんですか？きっかけ、はい、きっかけは家が朽ちて落ちて床が落ちたので、リノベーションしようと思って、何にしようかなと考えたところ、はい、まあ、ギャラリーでもいいかなと思いついて、はい、なんか若い頃になんか家にギャラリー作りたかったとかそういう夢とかもともと持ってたわけじゃない、そういうわけじゃない、たまたまなんかすごい広い空間に根っこのがりたいのが私の夢、作品なくても根っこがりたい、そういう空間が欲しいなという、このギャラリー無料では
常設展示みたいなものはない感じですか？ないです。あ、そうなんですね、はい、でこういうフラグメンツとか何かイベントやるときに小西さんであるとか他のアートアーティストを呼んで展示するって感じですか？そうですね。あ、そうなんですね、はい、でこのフラグメンツっていう展示のイベント自体はいつからやられてるんですか？当初、はい、このギャラリーをオープンしたときに、はい、私の個展をしました。あ、はいはいはい、1回目、はい、2回目何をしようかなと思っていて、うん、その当時のなんか訳のわからない作品を作ってる人、はい、そういう人に目をつけまして、うん、声をかけて、はい、やってみないかといったのがフラグメンツの第1回目です。あ、そうなんです ね、 ね、そして本当はうまくいけば貸しギャラリーでもしようかなと、うん、1回目のフラグメンツがあまりにも現代美術だったので、うん、ちょっと何か皆さんの近寄りがたい変なギャラリーとして学院をされてしまう、はいはい、誰もここを借りたいという具合にならなかったというそういう、そういうなんかちょっと個性的なアーティストの方ばっかりが使うところだったっていうイメージが出てきたんですね。ですから、あそこへ行けば変なことになるっていう。そういう形でギャラリーがなったので、あとはだから誰も今のところ借りてません。あ、そうですね。わけのわからない現代美術ばかりを、で今回が、2022年、これ何回目になるんですかね？これで、5回目かな。5回目、2年に一度やってる。あ、そうなんですね、それで毎回作家さんが集まって、はい、次は誰々さんのを見たいのかなということで、次の作家を決めてやってる。あ、なるほど、はい、ですから毎回徐々に変わってはいます。うん、はい、ありがとうございます。そんなようなところでございます。はい、そうしましたら、ね、じゃあもし次回やるのは2024年になるんですね。2024年、はい、もしかに来ていたら2024年にやるけど、で、きっと皆さんいらっしゃると思うんですけど、はい、そうしたいなと思います。あ、はい、わかりました。じゃあ本日はありがとうございました。